living in the city, for me at least, had reached its limits. We came to live in Oshkamura, put down roots. Oshkamura はなんかちょっと特別な感じね。自分がもし心配事で悩んでいたら、外行ったら自分の頭で解釈はその自然界の中でもう全くもう間違ったということが見えてくるんですよ。ああ、そこで生活したらこんなんだろうなみたいなイメージがやっぱすごい膨らんできたっていうので。ひどいことにして、切実に困ってるんですよ。これがあなたたちの住民と共にっていう形でしょう。皆さんのふるさとはどこですか？そんなこんな山奥も必ず誰かが帰ってきたいと思ってる場所なんです。だからどうか私たちにその綺麗な山のある未来を残してください。リニアが来たって同じことなのよ。僕らが来ても同じことなの。ここ本当にここでの付き合い方、人間としての付き合い方。ヤッホー。リニアだって聞こえねえもんな。電磁波がすごいって言うだけだから、うん、バカがもっとバカになるって言って。いやいや、ご苦労さん、暑いからな。